動画見てくれてありがとな。ヤッホーダストだよ。今日はね、前回すごく好評だったシーンのルックブック春バージョンを撮っていこうと思います。でね、もう動画始まってみんな気づいてると思うんですけど、私前回のルックブックより太ってます。あとこの前私骨格診断に行ってきたんですけど、自分がね骨格ストレートってことが判明しました。今回の動画はシーンさんとのコラボ動画になります。みんなクーポン使ってね。それではやっていくぞ。まずね、Y の QOL 爆上がりした黒い靴下、括弧6足入り、履いていきたいと思います。それでは1ルック目、やっていきましょう。まず上に着ていくのが、この白のトレーナーになります。でも白というか、ちょっとクリームっぽいのかな。でも、白って200色あんねん。関西弁、クソ下手なんだよな。絶対二度とやらん。で、こういうトレーナーって1枚でペラッとこう着るのも可愛いんですけど、なんかショートパンツをねわざと見せるっていうのもねすごく可愛いです。これ徳川家康ちゃんがやってたんですよ。で、レザーのズボン履いたんでレザーのブーツと合わせてみました。このレザーのブーツがね足首細く見えてめっちゃ可愛い。で、次にカバンを選んでいきます。肩からかけるタイプのレザーの大きいカバンが欲しくてこれ買ったんですけど、私シーンのカバンめっちゃ大好きなんだよね。安いのにさ、こんな感じでめっちゃしっかりしてるし長持ちするし、私もう毎日シーンのカバン背負ってます。こんな感じで1ルック目完成しました。私白とかこういう明るい色着ないから本当に新鮮だった。でも意外と着れるもんだなーと思ってちょっと着ててうっとりしてます。あー、もうこれは完全に調子に乗っている。あー、そうそう、こんな感じでツインテしても可愛いなーと思って見てました。あ、そうそう、今回のルックブックでめっちゃ大活躍するこのなんだ、チョッキ？え、茨城県民の人これみんなチョッキって言うよね。落ち着け落ち着け。あ、こんな感じで紐引っ張るとね、あのウエストのところがくびれるようになってます。ってことで次。いやー、このチョッキっていうのか言わないかっていうのをずっと考えてるんですよね今。あ、次に着ていくのがこの黒のスウェットになります。黒というかね、なんか緑入っててめっちゃおしゃれだなと思って買ったので、これちなみにちょっとした裏起毛になってる。春といっても寒い時は寒いからね。ってことでさっきのレザーのズボンに合わせていきます。これもめっちゃ可愛くない？あ、そんでね、これこれこれ、これちょっとみんな見てて。みんなはもう左の画像で分かってると思うんですけど、こんな感じでね、カバンをね、紹介していくときに、なんか、猿入ってるって思わず声に出してしまいました。ってことでね、このお猿をつけてカバン背負って、あ、結構合ってるんじゃない？いいんじゃない？すごいほっこりタイムでした。てかこのロングブーツマジで可愛いな。本当に足が細く見える。足首私太いからこういうロングブーツはねすごく助かります。この格好もすごいお気に入りでね、ここでね、ちょっとカメラの画角が変わります。充電切れちゃって、充電した時にちょっと画角変わっちゃいました。すいません。ってことでね、ルック3やっていこうと思います。こういうさ、空き時間に何喋れるかによって、こう、クリエイター、あ、こんなか、ちょっと、かわいいトップスを着ていきます。なんかさっきの2着とは違って、ちょっと可愛めの服も入れたくて、今回こういう服も買ったんですけど、このスカートとの相性がめちゃめちゃ可愛くて、なんか挑戦しづらい服とかでもシーンとかって安いじゃん。だから挑戦できるっていう素晴らしいね、本当に。新しい自分に出会えるのってめちゃめちゃいいと思うんですよね。しかも安く出会えるっていう。ほら、こんな感じでめっちゃ良くないですか？こういう服私着れるんだ。あと骨格ストレートさんってね、あの首の詰まってる服が苦手って言うんですけど、この服は襟の下が結構がっつり開いてるので、そんな骨格ストレートさんでも全然着れました。これ何も知らないまま買ったからね、これはね、ほんとファインプレイです。ナイス。いや、この服装本当に可愛かったな。あ、でも私こういう服に合うアウター持ってないかもしれない。どういうのが合うかもわかんないし、ちょっとみんな教えてください。ってことでね、次やっていきます。そう、このね、トレーナー、黒のトレーナーなんですけど、他のトレーナーと何が違うかっていうと、結構首元が広めに開いてて、首がすっきり見えるんですよ。長く見えるの。ちなみに今も着てます。そしたらね、この服にはタイトスカートを合わせていきます。スリットが入ってるね、タイトスカートだからね、足が長く見えるんですよね。で、またまたブーツを履いていきます。今度のブーツはね、なんて言ったらいいの？柔らかい布みたいになってるの。だから伸縮性があってすごい履きやすかったです。そしたらまた別の種類のチョッキを着ていきます。フード付きが似合うのか、このフードが付いてないタイプ、首のところがちょっと高くなってるタイプ、どっちが似合うのかと思って2種類買ったんですけど、首が短いと言われてる骨格ストレートには、髪を下ろした状態では
はあんまり似合わなくて、そこで前にシーンで買ったクリップとメガネで対策しました。髪を上げると首周りがすっきりするし、メガネをかけるとちょっとおしゃれになって、このコーデね、あ、ダメかなと思ったんだけど、めっちゃお気に入りになりました。なんか今回自分があんまり普段着ない服をいっぱい買ったんですよ。だから大丈夫かなと思いながら合わせてたんだけど、今んとこ順調。あ、今回私初めて緑色のトップスを買いました。これニットなんだけど、後ろにねクマちゃんのプリントがされててめちゃめちゃ可愛いです。今見比べたら左よりちょっと蛍光緑っぽいかなと思ったんだけど、全然気になりませんでした。あ、ほんでこのカバンね、1000円以下なんよ。めっちゃ可愛くないですか？他にもなんか1000円以下のカバンあったら教えてください。そしたらね、ブーツどっち履こうかなってすごい悩んでますね。さっきの黒のブーツの白バージョンなんですけど、白で着ても可愛いかなって思うんですよね。なんか服って3色以内にまとめるといいらしくて、この色合わせだとね、春っぽくて可愛いですよね。そしたら一番最初に着たね、黒のチョッキ、かっこフード付き、着ていきます。なんか骨格って本当に面白いよね。着ててすごい勉強になった。お、ご満悦だね。で、黒のブーツに履き替えてメガネもかけてみました。なんかこう見ると白のブーツの方が似合ってたかなとか思っちゃう。まあ黒はまとまるからね、いいんですけど。あ、そんでね、前回のルックブックの時にコメント欄で私の体型がすごく好評だったんですよ。親近感湧くらしい。で、そのコメント欄の中に、これなんか足が太いからって隠すより出した方がいいよねっていうコメント欄とかがあって、あ、めっちゃわかると思って、いいね押しました。ありがとうございます。いやね、足出した方が意外と漏れるとかめっちゃあるんよ。みんなね、自信持って足出してこうぜ。そしたらまた骨格の話を含めつつ、ちょっとね、面白いコーデを紹介していきます。まず着ていくのが白のブラウスです。で、その上にね、 V ネックのセータードレスを着ていきます。で、これ骨格ストレートさんあるあるだと思うんだけど、こういう服を着た時に妊婦さんっぽくなっちゃうんよ。まあそれもそれで全然すごく可愛いんだけど、これよりね、もっともっと可愛くするためにね、一個ちょっとアレンジをしていきます。使っていくのはムチです。違います、ベルトです。このベルトをつけてあげると、こんな感じでウエストが結構キュッてしまって、もうこれだけでね、スタイルアップになるんですけど、ベルトをつけることで上の服が引っ張れるので、自分の好きなスカート丈にできるし、こんな感じでスタイルアップもできます。カバン持ってルックルック目の完成です。うわー、デートルックとかに良さそう。これ、私本当に普段こういう清楚な服着ないから、清楚な服イコールデートみたいなイメージがあるんですよね。あ、ポニーテにしても可愛い。いいね、いいね。なんかカフェデートとかさ、したいな。ってことで、次。この辺からね、めちゃめちゃ疲れております。お疲れ様。7ルック目は、初めてのルックブックの時に出てきたジーンズが出てくるんですけど、相変わらずね、この子ね、めちゃめちゃ愛用してます。足長く見えるしね、調節もできてベルトもいらないから、本当に重宝してます。でも今回はダボっと着ていくので、調節はしません。ほんと緑の服ね、意外とこの金髪と合うんですよ。なんかいいチャラさが出て可愛いよね。うん。ってことでね、この靴もシーンで買いました。前のね、購入品紹介で載ってます。で、お猿さんしょって、フード被っても可愛いし、こんな感じで髪をまとめても可愛いんじゃないかなと思います。あー、髪まとめた方がね、ストレートさんとかはいいかも。いろんな発見があって、今回のルックブックはね、個人的にすごい楽しんでます。いやー、ただでさえ系統安定しないのに、また系統安定しなくなりそう。ってことで、次。これで最後のね、ルックになります。最後まで見てくれた子、本当にありがとう。最後のルックがね、結構一番気に入ってるんじゃないかなってぐらい気に入ってるんですけど、なんかこのイーグルプリントっていうのにすごいビビッときて買ったんですよ。で、これブラックって書いてあるんですけど、実際届いてみたら藍色みたいな感じでした。こんな感じで黒のこのチョッキと合わせたらね、めっちゃ可愛くなったの。よくない？じゃーん。安定の茨城県産ヤンキーの完成でーす。マジでこういうやつ多いからな、茨城。治安悪。逃げろ逃げろってことで、最後までご視聴ありがとうございました。はい、こんな感じで私史上多分2回目のルックブックが終わったんですけど、いかがだったでしょうか。なんか今回はね、ちょっと毛色を変えてみようと思って、私が本当に着ないこうストリート系というか、これはストリート系と呼んでいいのかわからないんですけど、ストリート系としてちょっと呼ばせていただきます。またこういうルックブックも撮っていこうと思います。あとは私って普段めっちゃ地雷系というか、結構サブカル系の誰もこう着てないような服を着るのがすごくすごく好きなんですよ。でアクセサリーとかもめちゃめちゃ大好きだから、そういうのとか
かもね、いつかシーンの購入品で撮ってみようと思うんで、よかったらそっちの方も皆さん楽しみに待っていてくださいということでね、もうほんとこういうベストとか着るのも初めてでちょっとドキドキしました。でもね、意外とねすごい可愛いし似合ってよかったなって思います。またこんな感じで動画撮るので、よかったら楽しみにしててくださいということで、 YouTube のチャンネル登録もそうなんですけど、 Twitter、Instagram、TikTok の方もやってますので、よかったらそっちのフォローもよろしくお願いします。次の動画も見てくれよな。じゃあねー。